きいだけど。やっぱりトウヤくんだ。なんだか違う人みたいだったから。トウヤくんには本当に悪いと思うんだけど、またお願いがあるの。今の撮影が終わるまでだから、多分明日と明後日の2日間になっちゃうと思うんだ。トウヤくん、学校とかもあると思うから、そんなに無理しなくてもいいんだけど。無理してじゃなくて、ありがとう。うん、弥生さんがね、トウヤくんのお仕事を気に入ったみたいなの。今までやってくれてた人が怪我しちゃってて、代打が必要になってるんだけど、トウヤくんだったらちゃんとやれそうだって。それで、うん、頑張ろうね。じゃあ明日も早いから、今日はもうお休みなさい。